今兄が風呂に入ってるので、てかもう上がってもう来るのでドッキリしていこうと思います。今さっき兄に洋服をくれたけど、それを畳まずにぐちゃぐちゃに置いてて、ちょっとだけこう怒らせちゃったんで、その謝罪の意味を込めてドッキリを仕掛けようと思います。さっきパターンのやつ、パターンの仮なんて言ったじゃん、うん、で調べやってから、うん、なんかオフィシャルショップっていうサイトで、うん、なんか買えるけんね、それで買ったつたい。でクレジットカードで買ったパターンの予想取引サービスを、うん、で、あのクレジットで買ったもんね、うん、いいじゃん。で、詐欺にあったかもしれん、うん、これもう今さっきすぐスクショしてからこれやったんだけども、このメールのサイト開けんでから取られた。これ書いてなかったの最初。なんでそんなあれだったと、信用なさそうなショップだった。いや、わからん。でも15万サービス料金で15万。ちょっとさ、ネット見せてね。いや、なんかないもん、サイトは。調べてもサイトなくなったと。なんか分からん。朝はあって、買ってでメール来た時にもう一回見たら、あの、なかった。で、多分それ一人引っかかったらあれってことでしょ。ん？一人引っかかったら、じゃあ今すぐ電話して止めてもらった、止めてもらわんというか、電話番、ああクレジットカードとかに。ちょっとパソコンにあるかもしれない。ファイヤー。3000円でパターンな雇えるわけないじゃん。うまい。さっき声に出しとったのに。消えたけんでしょ。おう。一人引っかかったらその時で。どうしよう。これやばい。いやだけど、とりあえず電話してクレジット止めれば、それ払う権利、払わなくていいっていうクーリングオフっていう制度があるから、そこは心配しなくていい、払わなくていいから、とりあえず止めてもらう。不正使用の時はちゃんとクレジットカード会社に言わない。不正使用だったら払わんでいいですよ。ああ、心配はする。警察に最悪届け出なのかもしれない。もしかしたら、もしかしたら詐欺じゃないかもしれない。いや、詐欺だと思う。その金額。いや、150万でしょ。か、15万どっちか。どちらにせよ詐欺。そもそも返ってないことを請求する時点で詐欺。150万だ。詐欺だ。こまんま慕ってみていい？ダメダメ。言わな、言うわけないでしょ。早く電話した方がいい。詐欺、とりあえず何か連絡ってどっちかに行った方がいい。詐欺じゃないってことはないよ。じゃあこれ払うか。払おう、払う。誰か詐欺かどうかもわからないで、絶対払う。そわそわしながら払う。それこそ払った後にまたあれだったらどうですか。払ってみようかな。じゃあ自分の金だから。
それだったら何もない。でもさ、普通にないでしょ。鍵コンペ使ってるわけない。そっか。完全なパターンながらやってると思う。普通に考えてたって日給1万でもやっといて言われちゃうとか、その分野で教会なんだけど、そんななんかボランティアみたいなことする人おらんの。とりあえずアクションは起こさない。家に電話するか、とりあえず電話するか、とりあえず今やります。長引かせると思ったらいいと思う。警察電話してくれ。なんで俺が、すぐに見分からんくない。だから自助してんの敬語でしょ。俺が電話してさ、ってなったら俺が詐欺師だと思われる。だから別に詰まってもいいけど、とりあえず説明したの。詐欺にあったかもしれないんで相談なんだったらどうですか。150万払ってみる。なんで？だってもしそれ、なんでそんなほぼ詐欺に決まってるのかな。将来年目詐欺師だけ。なんでもない。クライン行動するんだったら、クレカとかつかせていかんの。ああ、だから自分でちゃんと責任を取れるようにしたな。150万払えるの、自分で。うん、ライトオンで。まあそこは任せるけど、そうするとしてもちゃんと連絡はしたな。150万まずクレカ払えん。クレジットの番号入れたんでしょ。ドッキリで全然おもんないわ。あ